だその目は。その男は苦しみから解放されたのだ。愛などという牢獄に囚われ絶望の闇に沈もうとしていたその男に自由を与えてやったのだ。ふざけるな。父さんの記憶を返してもらおうか。そう急ぐでないわ。なんてやつだ。めちゃくちゃだ。レイ、ハルナ、貴様らに死よりも深い絶望を与えてやろう。言えない。あんな奴が好き勝手暴れたら町はどうなる。俺たちで止めるぞ。ホムラさん、私たちもハルマのお父さんを安全なところに届けたらすぐ追うわ。分かった、行くぞ。さあ父さん、行こう。君とはどこかで会ったことがあるだろうか。申し訳ない。父さんとは私のことを言ってるのか。とにかく行こう。カオル、ハルマ、ハルマ、あなたは一人じゃない。あいつを倒せばパパの記憶も戻るかもだよ。すまない。みんな、早く消火を。それが近づけないんです。え、ほら、なんだこれ。おー、すごい。なんか来る、なんか来る。なんだ。何、下から地鳴りがするよ。来た。なんだあれ。 UFO でけよ。あれ、何撮ろうとしてたんだっけ。そう、なんでこんな何もない公園に。うわー、逃げろー。やばい。なんだ、何から逃げてんの。さあ、わかんないけど。とにかく逃げろー。さあ、奴は一体どこへ。レンタ、見て。なんだあれは。何が起きてるんだ。レン君、あれ。なんか取り憑かれてる。あれ、福原先生。あ、本当だ。大丈夫ですか、フッキー先生。みなみちゃんですよ。その制服、うちの生徒ね。とにかくすぐ逃げなさい。私、意外と影の薄い生徒だったんだ。そうじゃない、何かおかしいよ。太陽、何があったんだ。太陽、え、僕、君、なんで僕の名前知ってるの。太陽ちゃん、ほら、みなみちゃんだよ。オラ様を忘れたでやるか。何言ってるの、太陽くん。あ、そうか、見ず知らずの君たちが知ってるってことは、僕ってやっぱり人気者だったり、太陽君ってかっこいいよねとか。でもここは危ないから早く逃げた方がいいよ。じゃあ、どういうこと。
た？まさか俺たちに関する記憶が奪われてるのか？もしかしてこれがバベルの言ってたこと？シオリの深い絶望、俺たちの存在を生きたまま消す気だ。お父さんたち大丈夫かな？早く行った方がいいよ、みんなも。じゃあまた後で。なんだろう、彼らもモンストプレイヤーなのかな。おーい太陽、ね、もっと急ぐでやる。母上殿、カミット殿。大丈夫だ、必ず守ってみせる。誰ですかあなた。いやだな母さん。来ないで。お母さん大丈夫よ。すでに記憶を奪われているであるな。嘘だろ。どういうつもりか分かりませんけど、おとなしく出て行ってくれれば騒ぎにはしませんから。そうよ、出て行かないと警察呼ぶわよ。ひー、その気は勘弁なのである。お騒がせしてすいませんでした。バベル、いらっしゃいませ。え、お父様とお待ち合わせですか？いえ。ではお好きな席へどうぞ。ここで。ご注文はいかがなさいますか？いい店ですね。いや、古臭い店ですよね。今はおしゃれなカフェが流行ってるじゃないですか。うちはお客さんみたいな若い子が来るなんて本当に珍しいんですよ。お客さん、カフェオレちょください。お父さんの記憶絶対取り返してみせるからね。お母さん、バベル、レンク、青い、アキラ、男はもう目覚めることはない。とわにな。Yeah.